EU 加盟国の変遷。グリーンランドは左上の最も大きい島である。欧州諸共同体からのグリーンランド脱退は1982年の住民投票で脱退賛成の得票率が 53% だったため1985年に行われた。グリーンランド条約は欧州諸共同体からのグリーンランド脱退について欧州共同体の加盟国の間で結ばれた条約である。この条約は有権者が欧州共同体脱退を支持した1982年のグリーンランドの住民投票の結果を踏まえたものだった。正式名称はグリーンランドに関して欧州共同体を設立する条約を改正する条約。この条約はグリーンランドの脱退のために用意され、それまでの欧州共同体の条約が改正された。それゆえ、欧州連合の憲法上の基礎の不可欠な部分となっている。脱退決定は、グリーンランドが自治権を獲得した後に行われ、グリーンランドの漁業水域を保護して、外部からの影響を制限するためのものだった。1973年に、デンマークが欧州共同体に加盟した時、グリーンランドは自治権がそれほどないデンマークの特別地域だったため、デンマークと共に加盟する以外の選択肢がなかった。これは、自治権を持ち、欧州共同体に加盟しないと決定したフェロー諸島とは正反対だった。条約は1985年2月1日に発効し、その結果、グリーンランドは正式に欧州共同体から脱退した。ありがとうございます。